高架カプセルの模型ベネラ4号は1967年6月12日にソビエト連邦によって打ち上げられた金星探査機である。ベネラ4号はベネラ3号同様金星大気層に探査機を軟着陸可能な速度で降下させるという目的で設計された。その後の観測で明らかになった金星の過酷な環境に耐えるべく高架カプセルは3号よりも 大幅に強化され20気圧の圧力に耐えるようになっていた。用となる高価カプセルは直径1 0 3トル重量3 8 3ラムである。その内部には2つの温度計、気圧計、電波高度計及び大気の密度計、11種類のガス分析器とデシメートル周波数帯を使用する無線送信機が搭載されていた。 なお大気圏突入用のカプセルを切り離した軌道モジュールの型には磁気探知機、宇宙船探知機、水素原子と酸素原子のためのライマンアルファー線分光計及び過電粒子収集機が搭載されていた。ベネラ4号はモルニアロケットによりタイアジアリスプートニクとして地球周回軌道に投入され、さらに結合したままになっていたロケット上段の噴射により、 金星に向かう軌道に乗せられた。1967年10月18日には探査機は金星軌道に到達し搭載された高架カプセルをその大基層に送り込んだ。高架カプセルは金星の大気に突入するとパラシュートによって減速しそこから送られた観測データは軌道上のメインバスによって地球に向かって中継された。送られたデータによれば高架カプセルは 高度 24.96km まで動作し続け、軽度19度 NE 度38度 E 付近に着陸したと推測されている。ベネラ4号は別の惑星の環境を初めて現地で分析することに成功した最初の調査だった。その結果、金星は窒素数を含む二酸化炭素を中心とした予想よりもはるかに高い密度の大気を持つ、 極めて高温なところだという観測データを得ることができたのである。なお、ベネラ4号着陸の翌日にはアメリカのマリナー5号が金星フライバイを行い観測を補っている。ありがとうございます。